本日は名古屋栄にあるキックボクシングジムボアーズさんでキックボクシングのパーソナルを受けさせてもらえるということで、早速受けていきたいと思います。それでは行ってきます。ボアーズさんはサイドパークビル4階にあります。階段を上がった奥のところにエレベーターがあるので、このエレベーターでこちらですね、4階を選択していきます。じゃあそれではこちら見てください。4階押していきます。よろしくお願いします。トレーナー中川です。応援します。はい、今私がいるのは女子更衣室です。設備としてシャワーとかもあって、でちゃんとなんかリンスとかも用意してもらっちゃう。でここにあるのはドライヤーとかも2種類あって、櫛もあって、で鏡とかもあって、だからこれした後に私それこそ今から予定あるんですけど、そのまますぐ予定に行ったりもできるってことですね。ちょっとした時間に動くっていうことができます。でこんな大きな宿場もこんだけ広いのだと入りますね。ボクシングは高校の部活でやってるので1年くらいで、空手は1年生からやってるので10年くらい。だからもうずっと小さい頃から格闘技はやってます。でキックボクシングは今回多分パーソナルとか受けるのは初めてなので、ちょっと緊張してるんですけど、自分の今までやってきた格闘技経験を生かして一生懸命頑張ってきます。初めてですか？ボクシングは初めて。半年くらい。ああ、ってことは。めっちゃセンスはなかったです。じゃあちょっとやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。じゃあ初め、軽くストレッチから。はい。前後開いて、いいですね。で反対側も回していきましょう。もう一つ左前で前に回って、であとはステップを基本しながら、前後に。では、ジャブからいきましょう。よーい、スタート。そう、いいですね。ガードもしっかりしながら。OK。じゃあ今度そのままワンツーまでいきましょうか。スタート。そう、いい。ひね、だいぶすごいですね。足幅を少し狭くてもいいですね。はい、すごくいいです。そうです。払うキックじゃなくて、ちょっと押すように。あ、そうです。膝をちょっと当たる瞬間は、シャドウなんて難しいですけど、ちょっと曲がってるぐらいのまま、そのまま骨盤で前に押すように作ってみましょう。あ、そう、いい感じです。足幅が広いとキック結構大変なんで。キックは狭いんですか？足幅。パンチだけよりはちょっと狭い。足を守ったりもする。この速やかな移動が必要なんで、しっかり打ったら、そう逃げして、そう、いいですよ。キックもうまいですね。今度ワンツー振ったら足を左右入れ替えて左足で1個入れましょう。ではスタート。あ、そう、うまいです、うまいです。そう、いい。じゃあワンツーから左手でアッパーまで、はい、ワンツーからそうアッパー、ワンツーからそうアッパー。顔も動かないんで結構いいですね。ボクシングしたいはどのぐらい？うちね、真剣にやってる半年。的ないんで難しいですけど、もうちょっと肘伸ばして前に、ワンツー打ったらこの辺までやっぱ伸ばしちゃっていい。あ、伸ばしちゃっていいんですか？で、フックもそう伸ばしちゃっていいです。当たるぐらいのタイミングで口に回してあげると強くはしやすいので、はい、最後だけちょっと回してあげると。はい、そう、いいですね。じゃあからそう蹴り上げる。あ、でもうまいです、うまいです、できてますよ。じゃあ一回ちょっと水分、はい、取っていきましょうか。ありがとうございます。もう全然違う。空手と蹴りが、空手は横なのかな、キックは立ってたから、もう全然ふくらはぎへの負担が全然違います。全然違いますよね。違うと思いますね、キック。グローブをつけてもらって、はい。初めにパンチから、はい。打っていきましょうか。ではジャブからいきましょう。はい、パス。ジャブ。よいしょ。そうです。ジャブにパス打ったら、ミドルを真ん中に。あ、そう、いい。じゃあ、ブー。あ、おい。やら。いい。よいしょ。オッケーです。ジャブから。よいしょ。ジャブ。ジャブ。で、逆高いに。あ、いいですよ。その高さ。ジャブ、もう一丁、ジャブ、ジャブ、オッケーです。ワン、そう、でも右もだいぶ軸足上手くなってきましたね。オッケーです。はい。久しぶり。パンチだとさ、そんな疲れることないの、ここまで。蹴りのが労力使いますね。蹴りのが息上がりますね。大丈夫ですか？はい。ローって空手あります？下です。下段ならね。ローもやってみますか？やってみたいです。こういうのも基本的に足出しですか？自分のが使いたい方は持ってきていただいても大丈夫です。じゃあ貸していただくこともできるってこと？そうですね。ない方は使っていただいて。ローからで、そう、OK です。もう一回ローを、お、いいですね。ローを、お、うまいです。はい、よいしょ。そう、OK です。うまいです、うまいです。汗がボクシングだけとやっぱ違う。全然違う。体の使う部分がすごい広い気がする。そう、いかんです。いや、サンス山頂、サンスいや、4発いや、5発いいですね。サースポーズで10発。もうじゃあ最後放送で10発。ありがとうございます。様でした。ありがとうございます。終わりですか。はい。グラブ外してセーブしていきましょうか。お疲れ。はい。防具も重いね。あ、重いんだ。そう、空手の10発とはやっぱ違うなって感じしたのと。生き生きしてるね。楽しい。楽しい。やっぱキックあったのが面白い。すごいじゃん。楽しかった。ありがとうございます。いい、こちらこそ、今回ありがとうございました。50分短いかなって思ったんですけど、もう全然。意外と。詰まってますね。パーソナルだと、1回50分。の枠になってて、で2人とかだと金額がその分安くなったりとかで、あとはレッスンだと平日夜7時からと8時から45分で、月月額で通い放題のシステムになりますね。で学生料金もあるので、レッスンの方はそっちありかなと思いますね。お疲れ様。お疲れ様でした。はい、汗がもう。ずっと止まんないです。本当にいいダイエットになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今回キックボクシングのパーソナル50分間を体験させてもらって、もう本当に違いましたね。私は今まで空手とボクシングを経験してたんですけど、もう全然違くて、空手のキリッとも違うし、もう体力も全然普段使わない筋肉も使って、今ちょっと足がしんどくなってきてて、もうプルプルしてます。で最後のほんと10本とかも、空手とかでもやったことあるんですけど、もうそれより全然気にならないくらい、もう腰の使い方とかもう全然違くて、もう初めての体験がね、とにかく多くて。すごい楽しかったです。もうちょっとこれを機にキックボクシングちょっとやってみようかなって思ってます。はい、今回私が体験させていただいた場所は名古屋栄にあるキックボクシングスタジオボアズさんで体験させてもらいました。本当オアシス21からもうほぼ1分の近くにあって、窓からも本当にオアシスが直に見えるいい場所だなって思った。気になった方はぜひボアズさんに行ってください。下がってきます。もう4回です。1回だよね。